岸もは、バラかシモツケ属に分類される、落葉低木の一種。別名、岸もつとも呼ばれる。株立ちで、樹高0.2から1メートルの低木。樹皮は若い枝は、暗褐色で、成長とともに肺褐色、または暗褐色となり、滑らか、縦に裂けて剥がれる。枝には、量はなくほぼ円柱形。葉は、単葉で固成し、葉身は、 長さ1から8センチメートル、幅2から4センチメートルの非神経、乱形または降乱経で、先は尖り、円に、不揃いの重居子がある。洋身の最大幅は基部より中央で、洋身の基部は円形くさび型、洋平は長さ1から5ミリメートル。葉の表面は緑色、無毛、または、やや密に短毛が生え、葉脈は凹み、質は、膜質角質。 葉の裏面は、単緑色、または、粉白色で、葉脈は隆起し、白色単紅色の難毛が生え、時に無毛。葉芯の形や、大きさ、毛の変異が多い。仕様は、楕円形。本年枝の枝先に長短が平らな、複三房形果樹に、多数の花をつける。両性花で、後期があり、花の直径は3から6ミリメートル。花の色は濃厚色。 公色、薄紅色、稀に白色などがある。花弁は5個、楕円形高楕円型で、長さ2.5から3.5ミリメートル、幅1.5から3ミリメートル。湯水、mm、は25から30個で花びらよりも長い。滴水は5個、花柱は無毛で、長さ1から1.5ミ、mm、リメートル。開花時期は5から8月。果実は、長さ2から3ミリメートルで休憩の袋花で。 腹縫合線上に毛があり、5個集まってつく。表面に光沢があり、先端に火柱が残り、9から10月に熟して劣開する。未生の観察例として、波種1年目に細い匍匐形を15センチメートルほど伸ばし、多数の葉をつけ、2年目からはそれらの基部から数本ずつの茎を一斉に伸ばし、年々シュート数と高さを増し、4年目に初めて開花して結実した。 産地の日当たりの良い草地に、日光木曽ゲと共に生育する、下津日本、朝鮮半島から中国西北部にかけて温帯に分布する。日本では、本州、沖諸島、四国、九州に分布する。産地の日当たりの良い草地や、岩歴地などにやや稀に生育する。星見筋と二筋蝶の幼虫が食草として、二筋蝶の成虫が花を吸蜜する。庭木、 公園樹、鉢植えとして移植され、盆栽、切り花に利用されている。栽培品種が多く、黄金用のものも多い。学名の俗名、スプイリアはギリシャ語で、螺旋を意味し、果実が螺旋状をしていることに由来する。種商名、ジャポニカは、日本のを意味する。和名の、下付は、最初に契約国、現在の栃木県で発見されたことに由来する。 日本では以下の多数の都道府県でレッドリストの指定を受けている。日本自家の食害により個体数が減少している地域がある。編集の泥の下付けは以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。木本の下付けと総本である、下付け層別名の木下付けは総本である、下付け層に対して木本であることを意味する。ありがとうございます。